この魂の前の世界がどこですかが前世です。やっぱり過去世の記憶って今世につながっていること多いですよね。これで前世痛とか前世婚って言うんですけど、死ぬ時にショック受けちゃうと次の世まで持ち越すんですよ。まず前世って何かっていうと、人間って日本人の場合平均的に60回から90回生まれ変わってます。でそのタームはだいたい300年から500年600年と言われてる。じゃあ単純に 90×600 って考えた時に、人間の起源と人類が出てきた起源と見た時には当然はみ出すわけですよ、うん、ってことは今の人類の起源の前にも人類がいたという考え方です。その中で何度も何度も生まれ変わってきて今の自分がいる。じゃあ日本人だった時代だけですかってなった時に、それはもっとありえないことで、じゃあ日本っていつからできたんですかって話でしょ。つまり私たちは外国人だった時の方が多いです。それも繰り返してる。で昔は今みたいに90年も100年も生きる時代じゃないので、もう10年で死んだり、もう 1,2 歳で蘇生したり、それこそ国保が出るまでは菌の存在が分からないわけだから、手を洗わずに消毒せずに子供を取り上げるから2人に1人は死ぬわけでしょ。それも一つを含めて全部人生なので、全部そういうふうにして繰り返して60回から90回、その中で最も自分に今まで近いこの魂の前の世界がどこですかが前世です。だから過去世と前世は違います。前世ってのはこの前の世。前世が何で大事かっていうと、1回目から90回まで生まれ変わったとして全部経験してるわけじゃない。その経験が重なった先端に僕らがいるんですよ。ってことは前世は一番今の自分に近い自分がいたってことでしょ。で前世を知るっていうのは、過去世で自分がどんなことを成し得てどこまでたどり着いたかっていう自分の地点を知るってことなんですよ。そのことによって、じゃあ今世はその続きだから、また何をすればいい、どこに行けばいいってことが見えるじゃん。その前世とか自分の過去世の知り方っていうのはどうやって知るの？まあ大概はね、それはもちろん霊能者しかわからないけど、ただ霊能力がない人でもそれを想像する方法っていうのがあるの。例えば自分の趣味思考から探していく方法もある。あとは仕事として、例えば看護師さんになる人とか、例えば教師になる人とか、そういう人たちも過去世でやっぱり連続してやってきた仕事だからできる。例えば自分などもそうだけど、急に人の血を見たりとかってできないでしょ。あれってやっぱ過去世でも血を見て慣れてるから本席にしないという人になってくるわけですよ。連続である以上、今やってる僕らの表現っていうのは過去世からの続きだと思ってください。そしたらなんで今これやってるんだろうっていう動機を探していく。今やってるこの行動に対して必ずやってる原因があるじゃないですか。それが今世で始めたことの原因は分かる。例えば親に言われたからやったとか、でもなんか知らないけどずっとこういうこと昔からちっちゃいとかやってるよねってことあるじゃない。私たちはそれは過去世からやってることですよ。でもともと、いや日本人なんだけどフランスにすごい興味があるんだよねとか、で実際にフランスの写真見たらなんかすごく懐かしいねっていうのは、おそらく過去世の記憶なので、そこにいましたね。だ一番いいのは、自分の過去世を知る方法としてあるのは、いろんなデータを全部自分の中に入れてって、好き嫌いっていうものを全部判断していくと大体出てきますよ。それ今の自分から知る方法だから、あこれは親が言ったことだよね、でもこれ自分が始めてたなとか、あこういうの好きだよなって、ここすごく気になるよなって、こう全部出していくと正確に出てきます。僕は練習するので当然その人の過去性見ることができるんですね。前世鑑定をした時に、見てた時にある男性の人が入ってきて、ちょっと見てたら第一次世界大戦か分かんないけど撃たれるじゃないですか前線で。そしたら撃たれてうってやってる人をその場から引っ張ってきて安全なところにずっと運ぶ人がいるんですよ。そういう仕事をずっとやってる人がいて、あなたそういうことをやってたみたいだねって話をしたの。え、私は銃とか持ってやってないんだ。うん、やってなくて本当になんか腕章みたいなのつけてずっとこれやってるんだよって話をしてたら、すいません私葬儀屋なんですっていう話が出てきたりとかね。必ずそういうふうにつながりが
出る場合が多い。それはだから彼からすると戦争時代にそういうことをずっとしてきてるからね、人の死とか慈しみに近いから、本性でもやっぱりそういう仕事、逆に言うとその場で亡くなっちゃう人いるじゃないですか、ちゃんと埋葬してあげたいとかね、本性はちゃんとそういう人を見送りたいっていう気持ちから葬儀屋さんになったと思うんですよ。そういう記憶はないので、やっぱり過去性の記憶って本性につながっていくこと多いですよね。これで前世痛とか前世痕っていうんですけど、体の私大丈夫ですかっていう女性が来てて、でずっと見てたら肋骨の、左側の肋骨の底の土が欠けてるんだけど、これ何だろうなって言ったら、本人は僕に言ってないのに、えってびっくりするじゃない、こうやってなってた時に、あ、槍で刺されたんだねっていう、下からこうやって刺されてるんですよ、だから処刑されてるわけです。それじゃないのって話をしたら、すいません、病院で同じこと言われてましてと、明らかに下からこう打ってるんだけど、で記憶ないんですよと、で小さい時から実はないと、骨は、そういうのも、それでその後で残る人もいるね。でもそれはやっぱり過去性からの傾向で、これ一番気をつけなきゃいけないのは、死ぬ時にショック受けちゃうと次の生命まで持ち越すんですよ。でそれ魂に傷みたいに、まあ、レコードみたいに入っちゃうので、どんだけ肉体が変わってもついて回るんですね。これは例えばあやねさんだとすごい変わった パターンで、彼女未来から来てるので、もうずっと未来の人で、もちろんその前過去性もいますよ、でも今前世は未来なんです。僕らの感覚でいうと、時間の軸っていうのは過去から未来にしか流れないと思うけども、あの世って、まあ、4次元世界っていうのは、基本的に時間っていう概念がないので、過去も未来も現在も全部共存してるの。